ここで会っているのかなとりあえず家の人に聞いてみようそうだね寒いから少しの間でも中に入れてくれると助かるんだけど <laughs> ティーゼ顔が赤いねもしかして熱があるわかりまってろれが回ってないじゃないティーゼティーゼ ぐぐるぐる回るユージオ先輩に心配かけちゃダメなのにティーゼキート大変だティーゼが寒い中雪だるま作ってはしゃいでたからティーゼロニエのバカ これ…秘密にしてほしかったティーゼン大丈夫かいユージオ先輩の声が聞こえる温かい手が額に。 あ,あまだ熱っぽいねやっぱり風邪かなそれとも疲労どちらにしても僕たちのせいだ旅に付き合わせてごめんねティーゼ何かしてほしいことはないきっとこれ夢だ夢だ先輩が 髪を撫でててて、くれてるなんてまるで私の願望が現実になったみたいそうだみんなは小屋のおばあさんに頼まれて外で雪かきの手伝いをしてるんだよまだ少しかかるみたいだからゆっくり寝ていて大丈夫僕が見守るよう任されたから何も気にしないでゆっくり寝てね う先輩…ん何だい頭髪もう少し撫でてくださいえっえっえっとさっきのは汗をかいていたからすっきりするように髪をかき分けただけで撫でてははい。 こうもう片方の手で私の手握ってくださいそそれはさすがにダメじゃないかなダメじゃありませんダメじゃないもんだいぶ熱で意識がぼんやりしてるみたいだわかった ティーゼの望むようにするよほらテモに言ったこれで心細くないね <laughs> 先輩他の子にもこういうことしますかしないよ壊れない限り私も私も他の 人にはこんなこと頼みませんああユージオ先輩だけですうん私は先輩だけですから どうしよう僕絶対今顔が赤いよ参ったな。